こんにちは、遠藤和樹です。石原明の経営のヒントプラス第五百二十七回。石原先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、言っちゃっていいですかね。はい、どうぞ。早速質問ですが、今回のご質問は税理士事務所の税理士の先生。三十代の男性の方からご質問です。税理士さんなんだ。はい。ですね。税理士事務所で七年勤務です。はい。新規の職制と事業提案をしたものの、周りは乗り切れなく、うまくいきませんでした。 もっと優秀な人たちと働きたいという気持ちが強く今の事務所は辞め外注という形で関わらせていただこうと考えております富裕、はい、層ビジネス海外展開 AI 化といった時代の流れを鑑みた際に今後自分を成長させ資本主義から上がりになるにはどのような分野を学びキャリアを築いていくのが良いのでしょうか大変恐縮ですがご教授いただけますと幸いですよろしくお願いいたしますちなみに石原先生を知った経緯という補足がありまして1ヶ月ほど前に 知人の紹介で石原先生を知り最新の配信から過去にさかのぼって聞いています。いつも刺激的なお話ありがとうございます。ポッドキャストを聞きながら石原先生の著書を読むことにはまっております。うん、ということですね。うん。えこれはその税理士事務所で働いてて今は外注なんであの業務委託なんですかね<ー>にする予定ですね。あだから税理士事務所の中で 新規事業を提案したってことかこの人ですね。それがうまくいかなかったけど、提案をだからあれでしょ、却下されちゃったってことでしょう。ですね。まあそれそうだろうな。<laughs> だってゼネ事務所さんってビジネス知ってないじゃない。確かにそれもそうですね。だって、はい、いろんな会社の仕事が終わったね、一ヶ月二ヶ月三月一年の終わった経営の書類のその指標を出すことプラス。 申請するという仕事じゃない、はいはい、だからそういうその職種の中で危険を冒して新規のことをやるっていうのってよっぽど大変じゃない価値観的になかなかイエス出ないからこそ税理士やってるしみたいなそうそうだから、まあ、特にその税理士事務所にお勤めなわけでしょ あの税理士業界で勝ち組だからうん、うん、何もその、うん、なん,んかそのリスク取って何かする必要もないし <laughs> そうそうそう,そう,そうそスまあ逆に言うと確かにそのなんていうのトップはいいよね、はい、でも働いてる人たちの自由があるかっていうとそれはなかなかまあ選択の問題だけどはい、はい、もう給料がよっぽどいいとかねそういうのがあれば別だけど難しいから能力があって意識が高いとこんな感じになるんでしょうねなるほどなるほど。なるほど だからそうやって考えると新規事業の提案しても却下されるのは当たり前で <laughs> それであれでしょ外注になるんでしょそうですね想定してるようですなるほどななるほどいやだからいいじゃない自分はベンチャーだと思えばセルフベンチャーはそう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 だから自分はベンチャーになったんだっていうことだよねだからうん、うん、生活は 税理士の事務所に席を置いて担保するけど、コストゼロでビジネスを、まあ、特に人件費ゼロでビジネスを立ち上げるベンチャーなんだって考えれば、うんうん、文脈的にはいいんじゃない、まあ、ある種の安定キャッシュフローを持った状態で、うん、こっちでベンチャー社長として勝負するみたいな、うんまあ、ポートフォリオ組むって感じなんですか、ねうん。だから、こ,これ、すごいいいのはさ、はいあの、彼もさ、勉強したいって言ってるじゃん。 結構取れるってことやね特にその理士の資格持っててまあここでなくてもあっちでもこっちでもさその業務はできてるわけでしょ、はい、ただなじみのある業務をあの外注でやらせてもらって生活担保してで本格的にあれじゃないあ事業を立ち上げるための勉強すればいいっていうことやね。そうですねっていう立場に自分がなったってことを。 すごい明確にまず理解するあまず自覚をそ,<う>そこに自分の意識を置くそう、うん、あのなんとうかねあのいろいろこお手伝いしてるベンチャーの中にも、はい、なんか結構面白い思考の子たちがい,いてさほうほう例えばそのベンチャーってさ全部資金調達して出してもらった資金の中で会社経営するっていう発想がなんかさ強すぎるのねそれほんとねありますよねもうエクイティになんかもう、うん うん、委ねすぎてそそううそう,そう例えばこれ開発してスタッフ3人で事業をやりますとじゃあそのな資金繰り見してとか言うとさもう自分たちの人件費もがっつり載ってていやこのの給料自分で取るのみたいな <laughs> で事務所ね謎にそうそうきれいにしちゃったりして、うん、だから、まあ、そ,そういう意味でもさ何、うん、ていうかなお金の余裕が時間の余裕を作るわけじゃん。うん 月に100万円使うって言ったら稼ぎがなくてビジネスするってことは年間1,200万の費が必要っていうことよね。うんうん、ってことはさこれをいかに少なくするかっていうことが学習の機会でありビジネスの売り上げが,が上がるまでの自由度を作ってくれるって考えればさうん、うん、いいじゃない税理士めずにお金もらっといて、まあ、当面社員とか雇えないかもしれないけど超安い金額で手伝ってもらいながらある程度までビジネスを作り そのビジネスがいけるっていうんだったら、ねまあ、銀行から借りるか調達するかうん、うん、あるいは人に出してもらうかみたいな感じ、まあ、だから上場を目指すかどうかは別にしてベンチャーだって自分が考えてベンチャーの経営的にはこのやり方は結構悪くないって考えたらいいよな。あ<ー>あの僕がちょっとこうお世話してるさ、はい、すごい不動産系のベンチャーがあってそこ面白いよ。そもそもも一流企業の 会社で勤めてた四人ぐらいがやってるベンチャーで、ここは本当に上場目指そうと思ってるんだけど。彼ら賢いから、一流企業にいるときには銀行から借り入れができるっつって、投資用のマンションをいくつも買ってるの。ああ。だからそれぞれがマンションオーナー。あ、そういうこと。うん、はあはあはあ。だから。不労収入と。不労収入でビジネスができるの。だから人件費ゼロで四人が動いてるの。賢いですね。賢くない?。賢いっすね。で、しかもそれは。 今自分たちが大企業にいるからできるからってって計画的に3とか4とか買って<ー>でしかもみんな目標で10億以上のオーナーになろうぜって決めてたなんでかって言ったら不動産業行った時に10億以上のオーナー買いとかあるんだってっていうさ <laughs> そうするとこっちはさ投資家としてはさえ人件捨てるでやってんのかとじゃあ出資したお金って全部ビジネスでいけるのねって考えたらさた楽しくない確かに それが、いや、社員何人のって6人ですって、え、6人が、今、人件費いくらかってんのって言ったらさ、いや、もう6人だけで300万ですってことはさ、まあ、あの、3600万が、普通に人件費になくなるんでしょじゃあ、オフィスはどうよとか、パソコンどうよみたいなのがさ、だ無気味で、あの、ビジネスやってくれてるのと、全然違ういや、そうでね、す側からしたらそうです、ね、うん。でと、特になんか分かんないんだけどさ、ベンチャーってさ、 赤字を掘るのがかっこいいみたいな感じになってるの。まあ、j 株ファッションありますもんね。そう,そうそう、あの amazon がね。はいはい、ずっと利益を出さないっていうさ。会社の舵でも大丈夫みたいなさ。あれでせっち切ってしまった。じゃん。だからこうなんかこうスタートの時はさ。 投資してもらいながらずっと赤字でもさなんかこう投資が文句言わないみたいなさなんかそういうい風潮あったじゃん投資家も言っちゃいけないみたいな謎の雰囲気が、ね、そうそうそう,そうだから僕なんかはもう一日でも早く黒字化した方がほうほう最近先生それよく言ってますね、うんうん、だってそうしたら時間が自由に持てるんの要するにあの精神ってさお金と結構リンクしちゃってるからはい、はい、もうこうなったらいつまででもビジネスできますってなったら会社の価値としてはもう別の価値に こいだからそういう意味ではスタート時からいかにその辺の売り上げ、うん、上,上げるかコストをなくすかっていうことを考えるっていうことがすごく重要でん。だからちなみにほら自己資金でやるか銀行借りでやるか投資してもらうかみたいなね、うん、あ代理店集めるかみたいなそうやってこう事業を差し上げるんだけどね。 あの自己資金も目減りしてっちゃってやったやだもんね。うんうん、だからさっきの不動産オーナーになった彼らとかさ、賢いでしょ。賢い。うん。まあ、キャッシュエンジン持っている中でやってる連中はなんか強いですよ、ね。そう。そしたらえそんな感じなんだって言ったらもうそもそもさビジネス思考持ってるよねっていうのが向こう相手にも伝わるわけですか。はいはい、はい、確かに。だからこの彼なんかだって。 専門職であって定期的な収入があるってのはすごくありがたいじゃん,うん、うん、でそれでもって本当にその仕事に入っていけるじゃん。でやろうと思ってる仕事って外で見てるのと実際やるのって実はとう例えばなんか分かんない AI やりたいとか富裕層やりたいって言ったってさじゃあ富裕層にどうやって会,った会うのっていうのもさ時間かかったりとかするしうん、うん、会ってみた時にさ想像と全然違うって言った時にさもうお金燃えてますみたいなさ あ、ね、りますね、うん、だからまあそういう意味ではあの手堅いやり方で上場するとかしないとか別にして自分はそういう面白いベンチャーのやり方してるんだって思考がつ,つくだけでこのかるじゃんほ、うん本当ですねちょうど一人で一旦スタートできるからコストも下げれてて<う>キャッシュインももう固まっててううもう事務所が買いちゃダメて、はい、家でやるか外注先のこの机貸してないかって,って,して仕事してる時以外は僕これ使いますみたいなさ、うん、そんなんいいじゃんね なるほどですね。うん、まあというわけでちょっと一度ねいろいろトライしてみて何かありましたらまたご質問お待ちしております。すね、いというわけで石原明の桂のヒントプラス第527回でした。石原先生ありがとうございました。はい